した施設雇用促進事業団が設置した勤労者福祉施設の一つであったが、2003年度に広島市に105万円で譲渡され、広島県と広島市が出資する財団法人広島勤労者職業福祉センターが管理、運営を行っていた。2011年4月1日に広島市文化財団、財団法人広島市人、 町ネットワークと合併統合され、新たに設立された広島市文化財団の一施設となった。北緯34度22分14秒統計132度23分40.5秒。北緯34.37056度統計132.394583度。34. 3 4 3 7 0 5 6十3 2 3 9 4 5 8 3全体は、 施設本体とサブホールからなり、施設本体はさらにホール棟と宿泊、宴会室棟に分かれている。施設のすぐ横にはやはり、財団法人広島勤労者職業福祉センターが、広島市からの受託という形で管理、運営を行っている、西部埋め立て第5公園と同公園地下駐車場がある。施設本体のうち、ホール棟はアリーナ形式となっており、 スポーツ関連祭事を中心に、コンサート等にも利用されている。一例として、広島市の成人祭は毎年ここで行われている。また、1994年のアジア競技大会では、新体操と柔道が、1996年の広島国体では体操競技がそれぞれ行われた。2014年から B リーグ、広島ドラゴンフライズのホームアリーナとして、 利用されている。一方、宿泊、宴会室旨は、全54室の客室ほか、各種会議、研修、宴会、カルチャークラブなどに利用可能な大小9つの、洋室と2つの和室、そして婚礼向けの施設を備えている。なお、宿泊の予約は、宿泊日の半年前に当たる月の1日から、受け付けられ、施設の公式サイト上では、 直近の4ヶ月間の空室状況が確認できるようになっている。ただし、現在のところ施設の公式サイトからのネット、宿泊予約はできないが、外部の宿泊予約サイトを通じての宿泊予約は可能である。2010年10月から2011年1月まで、老朽化に伴い改修工事が行われた。 老朽化で、広島産プラザ改修中国新聞2010年2月14日。ありがとうございます。